私を支えるものとは。その名を全国へ轟かせたのは98回大会。1年生ながらチーム最多の4ゴール。強烈なリーダーシップでチームを牽引した。しかし決勝で敗れ涙。リベンジを誓った前回大会もあと一歩届かず涙。山梨学院と決勝で決定的に違ったのが団結力、もっと強い団結力を持ったチームを作りたいなと思ってます。3年生になった松木はキャプテンに就任。そしてチームを団結させるために、まあまずは本当にチームを大事に考えたと、まあ、2年生とか比べてはすごく考えられます。誰よりもチームを考えるようになった松木。自分一人の力ではなく仲間たちと力を合わせ頂点に立つために、青森大会決勝ではチームを全国へと導くゴールを決めた松木。すると怪我で欠場した仲間のユニフォーム。チームを思う松木の姿に仲間たちの心も動かされる。クリーがキャプテンであったとしても一人一人がキャプテンっていうぐらいの気持ちを持ってやられてて、自分たちのリーダーとなり松木をチームを支える。いけたー。青森山田は着実に一つになっていった。そして悲願の全国制覇へ向けた初戦、17番と真ん中に入ってるシュート。さあ来た、こぼれたところのシュート。なかなかゴールを奪えず苦戦を強いられる。するとハーフタイム、チームが活発に意見を交わし松木にも要求。もっと自分たちが強くなるような声だともしてますし、まあ、自分たちの特徴は全員が悩みをしっかり聞く耳を持って、それを実現するところはすごくいいと思います。すると後半開始直後、セカンドボール取れちゃった。決めたのは9番那須川まさき。フォワード那須川のゴールで先制。そこからはゴールラッシュ。松木は仲間のゴールを誰より喜んだ。仲間の奮起に支えられ第一関門を突破。さらに準々決勝、中里の速いクロス、間に合った。今大会初めて先制される苦しい展開。それでもハーフタイムのロッカーでは、ヤマト、中山引から決済センターポジション、中山と引かれてるのに絶対簡単になる。松木が言わなくとも苦しい時に全員でチームを盛り立てる。クリだけの声ですんじゃなくて全員の声ですっていう風にはなってるので、一人一人のパワーっていうのは本当に強いと思います。まあ、チーム全員がリーダーシーに持って全員が喋って全員が聞いてっていうふうにするってことは、まあ、チームのチーム全員目指していくと思うんで。青森山田は苦しい試合が続く選手権を通して全員で支え合い、より強く団結していった。すると後半、待望の逆転ゴール。松木が目指すチームの姿も見えたベスト4進出だった。厳しい試合でもこの団結力があったからこそ勝てた試合かなと思います。自分をキャプテンとしてチームが取り組んでみんなもついてきてくれて、それの集大成の試合なので、